アリシヒのシモノフ修道院の前景。19世紀に描かれた水彩画。地図特徴ある修道院の塔は、ロシア各地にも類例がない。シモノフ修道院は、モスクワにある修道院。ラドネジの聖セ,セルギーのイでありかつ弟子であった修道士フェオドルによって、1370年に創建された。修道院の土地は公式には、セオドロ広国のボヤールであり。 グロビン一族の先祖であるシメオンホブリンに属していた。彼は彼は、修道聖丸を修道院内で建て、修道名指紋を授かった。彼の子孫たちはこの修道院に葬られている。1379年には、修道院は約800メートル東方に移された。元の場所には、クリコボの戦いで戦死した兵士たちが埋葬されており、今もなお古い下野府協会によってこれが、 記憶されている。15世紀を通じて、修道院は、モスクワで最も裕福であった。ここに生活していた学識ある、修道士たちの中に、バシアン・パトリキエフや、マクシム・グレクがいる。白い石でできた、大聖堂は1405年に建設されたが、これはイヴァン4世の命令によって拡張された。1640年には、モスクワ南方の防衛のために、 修道院は堅牢に要塞化された。複合的建築としての修道院への最後の拡張は巨大な修牢であり、モスクワのクレムジンにあるイバン大修牢に反を取ったものであった。修道院はボリシェビキによって1923年に解散させられ、その後ほどなくして、ほとんどの建物が自動車工場への道を開けるために破壊された。残った建物は、 全てが17世紀に起源を持つものであり、大砲のような形状をしている3つの塔と、モスクワバロック様式で建てられた補助的な建造物である。最近、モスクワ市当局は、修道院の完全な形での復元計画を発表した。いくつかの情報源によれば、1990年に修道院の建物の一部はソ連文化省から、 ロシア正教会に移り、耳の聞こえない人々で構成される、正教会の共同体に移り、設備の復元、再建工事には彼らが従事した。復興後の最初の方針例は1992年に行われた。修道士は、ほとんどの場合独身のまま結婚歴もなく修道士になった者たちであるが、結婚して子供のいる聖教徒が子供の成長後に、 夫婦が同時に別々の修道院に入る事例は聖教会では稀ではない。第2子ミュージアム、インドシアン、ザーコブニー・ベニック、インドシアン・ハット・プロボスロブイ、RU サイト、インドシアン。ありがとうございます。